会場に並んだのは同じ炊飯器、炊飯器、炊飯器10台です。それぞれに番号が振られ、どれを誰が作ったかわからない状態で審査が行われます。オープン。今日行われたのは市内で一番おいしい米を決めるコンテストです。今年は市内でコシヒカリを生産する86組が参加し、そのうち10組が今日の最終審査に進出。地元の企業や高校生などが審査員としてそれぞれの米を食べ、食味や香りなどに点数をつけていきます。全部満点にしたいぐらいの美味しさでした。本当に頑張ってたんだろうなっていうのが伝わってきて、審査の結果、斉藤英樹さんが初めて金賞を受賞しました。正直びっくりしてます。気象変動とかにやっぱり負けないような稲作りをしてこれから行きたいと思います。受賞した米は柴田さん米の消費拡大に向け、今後ふるさと納税の返礼品などとして出荷されます。